はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。今回は柔道オリンピックメダリスト最強ファイターランキングについてです。誰も得しない東京オリンピックが開幕しました。喜んでいるのは松岡修造と武井壮ぐらいではないでしょうか。格闘ファンとしては気になるのは柔道とレスリングです。今回は柔道メダリストの最強ランキングを紹介していきます。僕自身は中高と柔道の授業が嫌いで、柔道にわかなので、コメント欄で強い選手がいれば教えていただければ幸いです。それでは5位から発表していきます。5位は勝率 52%、 9勝8敗の吉田秀彦選手です。吉田選手はバルセロナオリンピックで78キロ級で金メダルを取りました。予選から決勝まで全て一本勝ちするという驚異の強さを見せました。総合格闘技では石井聡戦でデビューの石井選手に勝利し、小川直也選手にも勝利しました。その他マーク・ハント、田村清選手にも勝っています。負けているのはバンダレー・シューバ選手、ミルコ・クロコップ選手、ジョシュー・バーネット選手などです。印象的だったのは明治大学の先輩小川直也選手との戦いの後、ハッスルポーズを要求されたものの拒否したのにプライドを感じました。本当に柔道家は強いことを実証してくれた選手だったと思います。次に勝率 65% の4位の選手を紹介します。それは北京オリンピック100キロ超級金メダリストの石井聡選手です。石井聡選手は23勝11敗で勝率は 65% となっています。吉田秀彦選手、ヒョードル選手、ミルコ選手、イリープロハースカ選手、キングモー選手、ランページ・ジャクソン選手などに負けています。現在クロアチア人です。次に勝率 66%、 4勝2敗の泉博史選手です。あまり覚えてないかもしれませんが、大間のマグロ漁師の家に育った男気を感じさせた選手です。アテネオリンピック90キロ級で銀メダルを獲得しています。6試合しかしていないこともあり、あまり格闘家に興味があったというよりはお金で釣られたのかもしれません。ミノワマン柴田選手に勝ち、ゲガール武蔵選手に負けています。この思い出としては、埼玉スーパーアリーナに僕自身が昔の彼女と行った際に、大間のマグロ漁師の息子ということで男臭さを全開にした紹介動画の後に、元カノが昔コンパをしたことがあることを言われました。結構遊んでるらしいことを言われたので少しショックでした。ただ元カノが言ったのは正しく、その後女優と結婚し、格闘家転向の元を 300% 取りました。マグロ漁師らしくサクッと獲物を獲得したようです。次に勝率 77% の2位の選手です。こちらはバルセロナ95キロ超級銀メダリストの小川直也選手です。小川直也選手は実は高校から柔道を始めたという超遅咲きの天才柔道家です。ただバルセロナオリンピックで金メダルを逃し、相当バッシングされてしまいました。その後プロレスから格闘家へ転向し、日本にプライドブームを巻き起こしました。ゲイリー・グッドリッチ選手、佐竹正明選手、ステファン・レコ選手、ジャイアント・シルバ選手に勝利し、ヒョードル選手、吉田秀彦選手に負けました。その後ハッスルなどで活躍し、今は小川直也の子供2世が柔道界で活躍しています。非常に魅力あふれる選手でした。堂々の1位は勝率 85%、 12勝2敗の選手です。北京オリンピック70キロ級銅メダルを獲得しています。その名はロンダ・ラウジー選手です。ミーシャ・テイト、キャット・シガーのサラ・マクマンに勝利し、ホーリー・ホルム、アマンダ・ヌネスに負けています。女子格闘技を世界中に見せつけた、広めた功労者と言ってもいい選手でしょう。金髪ブロンドの抜群のプロポーションの美女でありながら、
強気な性格と秒殺腕ひしぎで世界中の格闘ファンを熱狂させました。その後もプロレスラーとして活躍するなど、またハリウッド映画にも出演しています。女子 MMA 界の歴史に名を刻む選手でしょう。最後におまけにはなりますが、アジア大会81キロ級金メダリストはぬるま子秋山です。以上となります。次の動画は週刊まとめニュースおしゃべりクソ野郎再び金太郎口喧嘩で負ける雷神にローガンポール現る堀口和牛を食べるです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではさよなら。